十個でギュル君頼んでるんですか。俺ケチ頼んです。すごいですね。さばいてるね。あ、こっから下処理してるんだね。仕入れたやつを。そっからまた業者に渡すっていう。もう時刻は5時過ぎて、5時半ぐらいかな、まあ、6時手前ぐらいかな、ね、ちょっと、あ、本当だ、気づいちゃった。いきます。からお店が始まりみたいな。おお、すごい。おお、伊勢海老。値段書いてないけども、それは聞くみたいな感じなのかな。19って書いてある。伊勢乗ってあるところと乗ってない。交渉ってことかな。これぐらいで。あ、いけ、いけ、あー、すごっ、腹すが、うん、これいくら。多分安っ。安っ、めちゃめちゃ安っ。配線。
うなぎ屋さんしか行ったことない。海鮮丼初めて。数量黒目かな、超うまそうじゃん。おー、あのちょっと待って、市場の海鮮丼見て。俺がもう名物です。あ、以上これギュルコン頼んでるんですか。俺こっち頼んでます。予想しようか、ね、あ、すいません。はい、汁作るよね。あら汁。幸せ朝食。これで明日頑張れる。いけるかな。できます。これ、うん、あ、うまっ。うん、結構重みあるね。うん、うまっ。これこれ、うん、うまっ。ありがとうございます。それでごちそうさまでした。よっしゃ、だから音取ってる。まあまあ、なんか年末、まあ年始一発目のなんか幸せを感じた。というわけで今日は木津卸売市場にじゃなくてにをご紹介しました。はい、というわけでありがとうございました。向こうでもなんかまあいろいろ商店あるね。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。